ロープウェイ入口停留場は、北海道札幌市中央区にある、札幌市交通局山花祭線の停留場である。停留場番号は、SC10。山花祭線の通る福住草園通りと、環状通りとの交差点にある。西側へ500メートルほど行くと思いは山ロープウェイの、山読駅があり、専用シャトルバスが到底留場付近に発着する。二面二線の対向式。 交差点を挟んで北側に内回り、南側に外回りの乗り場があり、安全地帯が設けられている。安全地帯には、ロードヒーティングが施され、上屋が設置されている。北海道駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。アクセス。札幌新港校舎。2019年9月21日閲覧。 札幌市第43火災予防組合編、札幌市第43火災予防組合遠隔誌、1941年より、停留場ナンバリング表示について、札幌市交通局、オリジナルの2015年4月11日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.2015042111500577/.http://www.city.sapporo.jp/.shotototon/.shiten/.numbering.html2015 年4月11日結論一般路線バス札幌市内。 JR 北海道バス2019年6月1日閲覧路線図上鉄2019年6月1日閲覧南18条西14丁目伏見小学校前停留所地図北斗交通2020年4月7日閲覧ありがとうございます